ございます。私まだ興奮してます。目を閉じれば昨日の試合が思い浮かびます。閉じたいです。思い出したいです。そんなことないです。大切な思い出です。一生覚えてます。いつまでも昨日のように思い出すと思います。とても感動的でしたから。未だに胸ドキドキいってます。最後のシュートとてもかっこよかったです。私の彼氏のシュートです。そんなの嫌です。なんかさっきからからかわれているような気がします。そうです、大活躍でしたから気持ちいいはずです。まだ痛かったですか？早く治るといいです。おはよう。別に。お前ら昨日バスケ部に勝ったって本当か？まあね。あいつら毎日バスケやってるってのにね。生まれ持っての資質っていうの？そういうのには結局かなわないのかな。すげえな。天才は違うっていうかさ、自分のことを天才って言ってるわけじゃないよ。でも天才って思われちゃうんだろうね。いやー、昨日の僕はすごかったよね。うんうん。はい、角原さん大活躍でした。成功ってのは努力じゃないんだよね。角原さん努力もいっぱいしていました。あんなの努力のうちに入らないさ。渚ちゃん、僕はね、 1% の努力と 99% のセンスで成し遂げたんだよ。でも角原さんはたくさんのやる気がありました。それはとても大きかったと思います。ああ、じゃあ 20% ぐらいやる気にするよ。角原さんがバスケが大好きだったこともあると思います。バスケ大好きも 20% ぐらいお願いしたいです。友情を忘れてました。素敵な友情を 20% ぐらいお願いします。するとどうなるんだ。よし、できた。いいか、渚ちゃん。はい。僕はね、 1% の努力と 20% のやる気と 30% の自己顕示欲と 20% のバスケ大好きと 20% の素敵な友情と 5% のカレールーと 3% の旬の野菜と 1% のセンスで成し遂げたんだよ。ってどんなやつなんだよ。内訳の一部がカレーになってるじゃないかよ。とても素敵な内訳です。人でないんですけど。そんなことないです。角原さんの頑張りが詰まった内訳です。頑張りじゃなくてセンスだっての。お前が入れさせたんだろ。ん、どうしたの。いえ、ちょっと気になることがあるものですから。ですね、今日は演劇部の説明会の日でした。誰か来ていたら申し訳ないですので見に行ってきます。智也くんも来てもらえるんですか？ありがとうございます。
誰のことだよ。行くけどさ。ありがとうございます。それではみんなで行きましょう。お、誰かいます。入部希望者の方です。いや、違うよ。合唱部の連中だ。西野さんと杉坂さん、今日はどうしましたか？今日はご相談に上がりました。もしそれでもよろしければです。それは全然、私としては構いません。とても嬉しいお話です。それでは今週は私たち合唱部の番ということで、演劇部の活動は来週ということでお願いします。あ、待ってください。どうしました？実は演劇部は部員が足りません。ですから部として発足することができないんです。3人いればいいんですよ。いるじゃないですか。違います。智也くんと篠原さんは部員だ。お、いいよ、部員でさ、バスケ手伝ってもらったしな。本当ですか？ああ、でも雑用だ。舞台には立たないからな。もちろん構わないです。ありがとうございます。ともやくん、舞台に立ってくれるんですか？わかりました、構わないです。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。もしよかったら、創立主催に出ませんか？演劇部も。はい。創立主催ってなんだっけ？本当にこの学校の生徒でしょうか？の誕生日です。その日は午前中から体育館で文化系のクラブが発表会を行います。午前中か、知らないのも無理ないや。いかがでしょうか、演劇部も。それは大変嬉しいお誘いです。ぜひ出たいです。出ましょう、智也くん、篠原さん。ありだとしてもです。それは少し、いえ、かなり心細いです。一世尾形みたいでかっこいいじゃん。一世尾形みたいでかっこいいじゃん。まあそういう役者さんもたくさんいるってわけだ。それはそうですけど、どうしますか？残り日数も少ないですし、やめておきますか？5月11日、日曜日です。一つのクラブに割り当てられる時間は20分ほどと少ないんです。ですから、そんなに凝ったものである必要もないので、やる気さえあれば大丈夫だと思いますよ。どうすんだよ、渚ちゃん。もう少し考えていいですか？それは構いません。もし出るのであれば川村先生にお話しください。わかりました。それでは同じ舞台に立てることを期待して、
待ってますね。はい、前向きに考えます。今日は本当にありがとうございました。やったじゃん、僕のおかげだね、渚ちゃん。はい、ありがとうございます。私もそう思います。もちろん篠原さんのしてくれたことも意味があったと思います。でもやっぱり仁科さんや杉坂さんはこうしてくれていたと思います。それはない、僕があいつらの目を覚まさせてやったんだ。いてえな、何するんだよ。ですよね、そうです、夢でした。はい、ありがとうございます。そうやって言われないとわからないなんてダメな子です。私今日から練習頑張ります。頑張って創立社祭の日には立派に劇を発表してみせます。はい、がむしゃらに頑張ります。おい岡崎。なあ岡崎、今日お前の家に行くぞ。お前だけ進路相談が終わっていない。いいわけあるか。進学しないにしても必要だ。お前んちあれだろ、親父さんだけだろ。どうして連絡つかないんだ。いるんだろ。いないわけないだろ。なんだ、ずっと帰っていないのか。じゃあ確かめに行ってやるからここで待ってろ。支度してくるからな。あの、これから練習します。付き合っていただけますか。お、智也君、さっきと言ってること全然違います。ともやくん、夢中でつかめってそう言ってくれました。迷ってた私はその言葉で目が覚めたんです。ともやくん、言ってること変です。おかしいです。ともやくん、変です。急に腕引っ張ったりして。嘘です、そんな素振りなかったです。信じられないです。信じられないです。岡崎智也、至急職員室まで来なさい。あ、智也くん呼ばれてます。学年もクラスも合ってました。あの、私少し落ち込みます。本当はかなりですけど。智也くん、嘘つきです。早く行ってきてください。先生に怒られます。ダメです。
1%ってどうしてでしょうか。いえ、何もないのにプレゼントもらえないです。それだったら会うたびに私、智也くんにあげることになってしまいます。そうですけど。いえ、それだと1回です。はい、私、クリスマスが誕生日です。それはお母さんに言ってほしいです。ハロウィン、いつなんですか？嘘です。もっと先だったはずです。着きました。入りましょう。なんだ岡崎、女の子なんか連れて。何？はい、智也くん嘘つきですから。これは面白い絵だな。あの岡崎が女の尻に敷かれてるなんて。いえ、全然敷いてないです。どちらかというと普段は智也くんに引っ張ってもらってます。ん？なんだ、お前たち付き合ってるのか。いえ、そんなことは。とは言っても付き合ってないということではないです。岡崎も丸くなったもんだな。これは進学させる余地も出てきたってもんだ。痛いです、智也くん。では行こうか、智也くん。どこに行くんですか？こいつの家だよ。進路相談、君一緒に来てくれるの？だったらこいつが逃げないで済みそうだからありがたいけど。いいんでしょうか？あ、そうです、それも大切です。いつもの智也くんです。安心しました。君よくこんな口の悪いのに耐えられるな。慣れです。普通は慣れる前に怖くて近寄れないと思うよ。よっぽど好きだったんだね。いえ、あ、いえ、すごく好きでした。はい。いいじゃないか、お前の彼女なんて興味津々だよ。練習してきます。それでは失礼します。よし、じゃあ行くか岡崎。なあ岡崎、小さい頃から親父さん一人なんだろ。苦労されたんだろうな、男で一つでお前みたいな子育てるなんてな。でもまあ、お前も人並みに彼女を作って人並みに学園生活を謳歌してるみたいだしな。このまま親に心配かけないよう進学しないとダメだぞ。いいから行くぞ。じゃあ中で待たせてもらう。それが仕事だ。明日の朝までだって待つぞ。ん？何？本当か？いや、ならここで待つ。ああ。だからいくらでも待つと言ってるだろう。お前も一緒に待つんだぞ。何を言ってるんだ。
お前の家だろ。入れなかったらお前だって困るだろ。こら！行きましょう。逃げてきたんですよね。じゃあ確かめに行ってもいいですか？智也くん、嘘ついてなかったらいいはずです。行きましょう。練習はどこでだってできます。だからそれは私が決めることじゃない。智也君は智也君、彼が決めることです。ですがまだ彼は学生でして、保護者の意見も。いえ違います。智也君は智也君です。知らないで軽率でした。
らいなら私の家に来ますか？でも私は智也くんのお父さんも心配です。智也君、どこかへ行くのかい？その割には大きなカバンを持っていくんだね。そう、寂しくなるね。智也君はいい話し相手だったからね。そうだね。てめえはこんな朝早くに。早く用件を言え。まだ寝てるよ。どうしたよ。用がないんなら帰れよ。仕事の邪魔だ。岡崎さん、今日からよろしくお願いしますね。ん？お世話ってなんだ？今日からしばらくうちに泊まられるんですよ、秋夫さん。なんだと！ゆうべ、渚から聞いたじゃないですか。まあな。了承していましたよ、秋夫さん。ああ、だがな、さないよ。はい、何でしょう。
ハーレム状態じゃなくなるのは切ないものなんだぞ。岡崎さん、秋代さんはほっといてくださいね。ちった遠慮しろよてめえ。はいはい、お仕事しましょうね。あれ切っちまうぞ、おら。はい、もう起きてますよ。さっき頑張って歯を磨いてましたよ。岡崎さんと会うためにです。呼んだら来ると思いますよ。お待たせしました。智也くん、おはようございます。はい、こちらこそよろしくお願いします。ではとりあえず部屋の方に案内します。ここです。普段は客間です。お布団ここです。智也くん苦手だったら私が敷いたり畳んだりします。万年床にしたらダメです。お？いえ、そんなことないです。自分のことで精一杯なので。そうでしょうか。あ、でもそれは智也くんと一緒にいたいという願望もちょっと入っちゃってました。はい、朝ご飯の用意手伝わないといけないです。はい、それではできましたらお呼びしますので待っててください。それでは行ってきます。はい、行ってらっしゃい。智也くんも言わないとダメです。はい。行ってきます。おう、気ぃつけてな。智也くん行ってくれないと出かけられないです。おう、行ってかましてこい。女の子と歩いてるからですか？あの、お父さんは何か言ってましたか？智也くんのお父さんです。でした。そうです、楽しい話にしましょう。
お昼に。演劇の練習します。見ててくれますか？今のどうでしたか？そうですか。本当ですか？進歩してますか？よかったです。ただいま帰りました。お帰りなさい、なぎさ。岡崎さんも。なっちゃんがピンチ。なっちゃん大丈夫？怪我はなかった？うん。なっちゃんはいつだって無謀すぎるよ。ごめんね。だからいつも僕がそばにいたいんだ。え？いてもいいかな？それでは次のお題に参ります。はい、皆さん始めますよ。歌丸さん、あ、岡崎さん、どうしました？そうです、岡崎さんの部屋です。そして古川塾の教室でもあります。はい、うちはパン屋と学習塾をしてるんです。はい、これからは覚えておいてくださいね。でも気兼ねしなくていいですからね。くつろいでもらっていて結構です。ここでです。端っこの方で。そうですか。先生、そんなやつの相手をしてないで早く始めてください。教室ではうるさくしないでください。大丈夫ですか？はい、はい、わかりました。申し訳ありません。2時間ほどで終わりますので。なんだてめえ、暇そうにほっつき歩きやがって。暇だったら少しは店を手伝え。むしろお前が店番をして俺を暇にしろ。あ、お前客なんてどうせ来ねえって思っただろ。
まともなパンは結構売れるんだぜ。今週の新商品ってのが売れないだけだ。俺の焼くパンはそれなりにうまいからな。おお、今晩もさないのパンだ。やっほー。ああ、学習塾の方か。心配すんな。さないはあっちが本業だ。学校の教師をしてたこともある。パン作りの方はあれだが、勉強を教えるのはうまい。今月はずっとサナイのパンでいいぜ。すまんこそ、食うの手伝ってくれ。のー、すみません。来た、客だ。よし、何を買ってもおまけでサナイのパンをトレイごとつけてやろう。悶絶大サービスだぜ。ではないです。でも毎日のように頑張りたいです。大丈夫です。家の前です。呼んだらすぐお父さん来てくれます。お、私とろそうに見えますか？そんなのないです。私は落ち込みます。冗談です。私慣れっこです。智也くんの意地悪。いえ、智也くんも智也くんのままでいてください。お話ですか？決めてません。どうやって決めればいいんでしょうか？そうです。しかもそういった行事はことごとく欠席してます。幼稚園の学芸会でさえ参加してません。何をつぶやいてるんです？早すぎると思います。そうですね、一つだけやりたいお話があります。私が小さい時に聞かされたお話です。大はわからないです。世界にたった一人残された女の子のお話です。それはとてもとても悲しい冬の日の幻想物語なんです。透き通る夢を見ていた柔らかい永遠風のようなかすかな声が高い空から僕を呼んでいる。このまま飛び立てばどこにだって
冷たい汗の日も迷わずに進んでゆくよ。痛みも悲しみも味方に変えながら私はフルカーバンのお荷物なんですね。俺は大好きだ。しくったぜ。サナエのパンを枕代わりにして寝ていたところを見つかっちまった。枕としてはちょうどいいんだ、これが。お前も使ってみるか。そうかよ。チッ、いつだって俺一人が悪者だぜ。お前が俺に命令してサナエのパンを枕にしたことにしてくれれば何だって教えてやろう。フッ、サナエの前では偽善者を装いやがって。
この腹黒野郎がサナエを泣かしたら承知しねえぞ。俺はいいんだよバカ。俺以外があいつを泣かせたら命はねえぞ。よく覚えておけ、この悪徳商人が。なんだった？ん？何の話だよ。なんだよそれ。ここに手がかりは？悪いが、俺に心当たりはね。サナエに聞いてくれ。おい小僧、お前が何を詮索しようとしているかは知らねえけどな、もし何かが分かっても渚には言うな。まず俺に言え。いいな。いつものように泣いて出てきましたよ。ほっとけば帰ってきますよ。今朝はあっちでしたよ。え、はい。岡崎さん、こんなところまでどうしましたか？じゃあ一緒に戻りましょう。はい、何でしょう。それは絵本を読んであげたりはしました。でもその中にそんな話があったかどうかは分かりません。他に手がかりはないんですか？結末はどんなだったかわからないですか？そう。なら印象に残るはずですね。でも印象にはありません。そもそも私は悲しいお話が苦手ですから。だからそんな本をあの子に読んであげることもなかったと思います。落ち込んでますか？大事なことなんですか？では何か思い出せるように頑張りますね。岡崎さんは渚のことを好いてくれてるんですよね。ずっと好きでいてあげてくださいね。おう、おかえり。とてもとても昔の話なんです。それが絵本なのか人から聞かされたのかも思い出せないです。それもほんの少しです。はい、その女の子は世界に一人っきりだったんです。とても寂しく、とてもつらかったんです。そこで友達を作ることにしたんです。それはガラクタを集めて組み上げた一体の人形です。人形は女の子の思いに応えて動き始めました。こうして女の子は寂しくなくなりました。以上です。違います、まだ途中なんです。まだまだ続きがあるんです。とても感動できるお話だったんです。でも思い出せるのはそこまでですから、劇でやるとしたら今のところまでです。でも今の話なら一人でできるんです。そうでしょうか。でもどうやって
探すんですか？あ、すごいもの見つけました。見てください。小学生の時これをカバンにつけて学校に行ってました。懐かしいです。またつけて学校に行きたいです。はい、かわいいです。団子、団子。誰だ、物置で恥ずかしい歌を歌ってるやつは。なんだ、渚か。どうした、何してる、こんな。探し物です。何をだ。言えばお前の頼りになる父が探してやるぞ、娘よ。そういえば探し物って何なんでしょう。そうです、私の思い出です。こんなところにはない。ここにあるのはくだらないものばかりだ。探すな、何もねえ。でもこれありました。ああ、そうか。あるのはそれだけだ。それ以外には何もねえよ。だから部屋に戻れ。ほら、若者らしく部屋でちちくり合ってろ。って、何を推奨してんだよ、俺は。この野郎、ちょん切れず。ほら、行け行け。でも、何もないって言ってましたから。できます、あのままのお話でいいと思います。では練習したいと思います。智也くん、付き合ってもらえますか？何か変でしょうか。だって今顔を手で覆ってうなってました。いえ、変なところあったら言ってください。直したいです。ありがとうございます。でもお話の感想が欲しかったです。そうですか、よかったです。明日は連休最後の休みだ。はい、そうです。そこで、サナエと考えたんだ。何をですか？簡単に教えてたまるか。というわけでここでクイズだ。俺とサナエが考えた連休最後の過ごし方とは次のうちどれだ。1、ピクニック。2、ピクピク。3、ピグミー族。さあ、どれだ。全部字が似てて悩みます。おめえ、人の娘を親の前でアホ呼ばわりすんじゃねえ。一人でピグミー族してる。楽しかったら呼んでくださいね。なぎさ、さ、答えはどれだ。はい、一番のピクニックです。ブー、正解は2番のピクピクでした。よし、明日はみんなでピクピクだ。アキオさんは一人でピクピクしててください。ナギさ、私たちはピクニックに行きましょうね。嘘だ、正解だよ。そう、ピクニックだ。本当ですか？とても楽しみです。トモヤくん、一日演劇のこと忘れて遊んでもいいですか？よかったです。明日はたくさん遊びましょう。しゃあね、こいつも連れて行ってやるか。大丈夫です、最初から岡崎さんも入っていましたよ。
開けろ小僧。つうか俺様の家だから断りはいらねえか。よー小僧。おめえそのおっさんってのはやめろ。てめえ生意気だぞ。まだろくにあれも生えてねえような若造のくせに。まあいい、引け。いいか、今から話すことは渚には内緒だぞ。さないにもここで俺と内緒話をしたことは言うな。蒸し返したくない。茶が欲しいな。おい、さない、茶を入れてくれ。って、さないにも内緒だって言っただろ今。おい、場所を変えるぞ小僧。早くしろ、さないが来るだろ。バレたらどうしてくれるんだよてめえ。外に出るぞ小僧。ふう、危なかった。これで一安心だ。実はだな小僧。はい、お茶です。おー、さない、サンキューな。岡崎さんもどうぞ。暑いから気をつけてくださいね。落ち着くな。やっぱ日本人は茶だぜ。いや、念を押すが、渚やさないには内緒だぞ。私がどうかしましたか？って、真横にいるじゃねえか。湯飲みあくまで待ってますから気にせずにどうぞ。くそ、小僧、とっとと飲んで返せ。下げてくれさない。おかわりはいかがですか？いい。これで落ち着いて話ができるわけだ。んなバカみたいなことするか、バカ。しかし、なんで突っ立って話をしなきゃならねえんだ。戻るぞ、小僧。でだ、小僧。あれはどうなった？あれは。あれといえばあれだ。それぐらい察しろ、バカ。お前、探してたじゃないか。そう、それだ。あれからどうなった？そうか、別にな。俺はそれに関してはどうとも思ってねえんだよ。渚が小さい時に使ってたおまるになんて興味はねえんだ。お前、必死で探してただろうが。お二人さん、夜遅いですからお静かにお願いしますね。まあいい、おまるは置いておいてた。うっせえな、おまるにしとけ。じゃあこうだ、コードネームおまるということでどうだ。これならあたかもおまるのようでおまるじゃない。そうか、よし、話を続けるぞ。別にお前がおまるを探そうとどうでもいいんだ俺は。けどな、それとは違うものをひょいと見つけられたら困るんだな、これ。ああ、その通りだ。そしてそれは、渚が探してるものでもある。聞きたいか。話してやろう。このまま内緒にしておいて、隠してあるものが俺の秘蔵エロ本1万冊などと想像されるのも嫌だからな。いいかな、目ん玉かっぽじってよく聞け。あの物置の奥にしまってあるもの、それはだな、俺と早苗の過去だ。昔の写真とかビデオテープとか日記だ。そこにいるのはな、夢を追っていた頃の俺たちだからだ。どうだ、今のはかっこいい言い回しだろう。知ってるだろう、渚は小さい時に命を落としかけた。なんだ、聞いてなかったのか。ああ、あの日以来な。すまん、屁をこいてしまった。あれはとても悲しい出来事だった。渚は命を落としかけたと言ったが、それは正確じゃないかもしれない。いや、それはまた別の話だ。今は置いておいてくれ。とにかくだ、
渚は死ぬかもしれないような状態に陥った。それは俺と早苗のせいなんだ。神様が罰を与えたんだと思った。夢ばかり追っていて、自分の娘をずっと一人にしていた俺たちに渚を奪っていくんだと思った。失ってみないと気づかなかったんだ。そしてもう一度渚が目を開けた時、早苗と二人で誓ったんだ。ずっとこいつのそばにいようってな。パンなんて焼いたことなかったから大変だったぞ。でも早苗がパンなら自信があるからってよ。で、焼いてみりゃあんなんだから、俺が一から勉強するしかなかった。まあ楽しかったからよかったけどな。負い目をあいつに背負わせたくないんだ。きっとあいつはこう思うだろう。自分のせいで俺と早苗は夢を諦めたって。でもあいつ感づき始めてやがる。そういうところは敏感なやつだからな。だから思い出を物置の奥深くに隠した。いや、一枚ばいいんだが、それをすると早苗が悲しむだろうからな。な、わかったろ。そういうことだ。お前の探し物は俺が手伝ってやる。だから渚を連れて行くな。いいな。じゃあな、小僧、明日は楽しもうぜ。ただいま。うわっ、誰かいる。岡崎、僕は朝だけは穏やかな時間が約束されていると信じていたんだ。朝食を食ってきて、こうしてコーヒーを入れて部屋に戻ってくる。そして小鳥のさえずりを聞きながらコーヒーを飲む。朝だけはそんな僕のささやかな幸せが続くと思ってたんだ。岡崎、てめえを今ここでぶっ殺す。平穏な日々をこの手に。おら、朝っぱらからうるせえのはこの部屋か。どっちだ、人付き合いや。岡崎、今日はどうしたって？学校があったってこんなに早く起きないだろ。いや、僕は早起きしたんじゃない。寝てないだけだ。つうか喧嘩。岡崎、何笑ってんの？なんか楽しいことでもあるの？教えろよ、退屈じゃん。チッ、渚ちゃんに振られでもして泣きに来たのかと思ってたのにな。家族愛？そりゃ渚ちゃんの彼氏だからだろ。ま、仲が良ければ同じことだろ。でもんなことしたら渚ちゃんショック受けるんじゃないの？だとしてもだよ、自分のこと避けてるんじゃないかって渚ちゃん思うんじゃない？そうかね、それお前のうぬぼれなんじゃない？いや違うね、渚ちゃんはいつだって不安に思ってるんだよ。自信がないんだよ。僕にはそう見えるけどね。だからだろ、
いろんなことに自信がついてきたのはお前のおかげ。お前がいてくれるからなんだろ。じゃあそいつがいなくなったらどうなるんだよ。いくらいろんなことに自信がつこうがさ、お前がいつまで自分のことを好きでいてくれるか、そのことだけには永遠に自信が持てないってことだよ。僕にはこれ以上わかりやすい説明は無理だね。けど今の言いたいことがお前にわからなかったらお前ら長くねえよ。マジ限界。寝ていい？探してました。ピクニックです。忘れてましたか？いえ、私知らないです。お父さんが、智也くんを探してこいって。はい。何がですか？いえ、そんなことないです。私、嫌われないように頑張ります。どうしてですか？でも、心配です。はい、もちろん好きです。それは本当ですか？もしそれが本当なら、智也くんはものすごいことになってます。ドキドキして、嬉しくて、恥ずかしくて、でも不安で、心配で、苦しくて、智也くん大変です。わけないです。信じられないです。どうやってですか？はいはいはい。強敵です。なんだよてめえら、いたんなら呼びに来い。もうこんな時間じゃねえか。ごめんなさいです。でもいろいろと訳があるんです。遠出はもう無理か。てめえのせいでピクニック行けなかったからな。野球の相手しろ。よし、ガキどもを集めてくるな。お父さんの趣味です。それで、その勝負の方は、じゃあ同じくらいってことですか？なんだか良かったです。嬉しい気持ちも苦しい気持ちも同じです。お二人さん、どうぞ。はい、智也くん、これ私も手伝いました。ぜひ食べてください。卵焼きは甘くてよかったですか？
つろいでくださいね。気になるのは最初だけです。勝負の続きですか？はい。よう、まだ起きてるか？なら手伝ってやるから来い。探し物があんだろ。静かに歩けよ。渚に起きられたらまずいからな。見つからなくても文句言うなよ。しかしそんなものを探そうなんてわけわからんぞ。渚が小さい時に使ってたおまるだろ。お前必死で探してただろうが、おまるを。わけわからんこと言ってんじゃねえ。おまるはおまるだろうが。コードネームだと？俺をバカにしてんのか小僧。てめえ、いい加減ぶち切れるぞ、おら！もう深夜ですから、お静かにお願いしますね。静かにしろ、バカ。渚が起きるだろう。これよりコードネームオマルを遂行する。なんだ、本か。本は結構あるぞ。厄介だな。1万冊はないが1000冊近くあると思うぞ。エロ本、サナエには内緒だぞ。てめえ、あれだな、おい、邪魔だから捨てちまったんだ、きっと。気が済んだか。エロ本やるから元気出せ。チッ、可愛げのない野郎だぜ。とにかく今日はもう寝ようぜ。お前、明日から学校だろ。寝坊すっぞ。